プラタイアもしくはプラタイアイは古代ギリシアのボイオティア地方にあった都市国家の一つである。定イ南方、アッティカ地方との境近くに位置した。反定イ親アテナイの姿勢を取り、マラトンの戦いではアテナイと共にペルシアを打ち破った。また、プラタイアの戦いはこの地で行われた。ペロポネソス戦争中に、紀元前二十八年にバイとスパルタによって、 破壊された。現代にリシャ語では、プラテースと呼ばれ、ティーバシに属する一地区である。ヘロドトスによれば、プラタイアの人々は、ボイオーティアにおける、定媒の派遣を受け入れることを望まず、自らスパルタに従属することを申し出たという。スパルタはこれを断り、ボイオーティアとアテナイトの不和を引き起こすことを策して、プラタイアとアテナイとの同盟を進めた。プラタイアはこの勧めに従って、 アテナイに代表団を送り、アテナイは提案を受け入れた。プラタイアがアテナイと同盟を結んだことを知った。テイバイはプラタイアに軍を差し向けたが、アテナイ軍と対戦することとなった。コリントスが調停に乗り出した結果、ひとたびはテイバイとプラタイアの境界を定める合意が結ばれ、テイバイはボイオテア同盟に組み込まれることを望まない都市に干渉しない約束を行った。しかしながら、 コリントス人が去った後、帰国の途に着いたアテナイ人たちは、ボイオーティア人によって襲われた。再燃した戦いにアテナイは勝利し、テーバイとプラタイアの境界として、アソプス側が定められた。アテナイの講演を受けることによって、プラタイアは隣国による支配を逃れ、自らの自由を守ることができた。プラタイアの戦い492年、アケメネスペルシアのダレス一世は、 ギリシアへの遠征を開始する。マラトンの戦いでは、プラタイアだけがアテナイの側に立って戦った。ヘロドトスは、他からの援軍を得られないままペルシャ遠征軍と対陣することとなったアテナイ人の絶望と恐怖を描写し、そこへアテナイの援軍として、プラタイア人が駆けつけたことを記す。プラタイアの軍勢は、将軍アリムネトスに率いられた。 戦うことができるものすべてであった。アテナイは同盟国に感謝して、左翼を任せた。戦後、プラタイアは、アテナイと記念を共にし、アテナイの宗教的儀式や、ゲームなどで、アテネの守護神の家具を祈ることが認められた。紀元前479年には、プラタイアの地で、プラタイアの戦いが行われた。この戦いで、アテナイスパルタコリントスなどのギリシャ連合軍は、 ペルシャとペルシャに味方するテーバイなどの諸都市の連合軍を打ち破った。この戦いによって、クセルクセス一世によって企てられたペルシアの二度目の侵入は撃退された。トゥキディテスによれば、紀元前431年4月、闇夜と嵐に乗じて300人のテーバイ兵がプラタイアに侵入した。これは二人のプラタイア市民の手引きによるもので、彼らはテーバイ兵が 市の指導者を捕らえるか殺害して、定売との同盟を迫るだろうと考えた。しかし、定売側の指揮官たちは誰も傷つけずに、プラタイア側に定売との同盟に同意するよう説得を始めた。プラタイア側の指導部は、一旦これを受け入れるものの、間もなく侵入者は少数であり、打ち負かすのはたやすいと考えを改めた。プラタイアの市民は定売兵を攻撃した。 定売兵300人のうち、約170人を殺害した。この攻撃は、女性や奴隷も参加した数少ないケースである。アテナイは、事態を伝えるプラタイアからの伝令に、定売の捕虜を殺さないよう伝えるべく、送り返したものの時遅く、プラタイアでは激行した市民によって、捕虜たちが全員殺された後であった。トゥキディテスによれば、この数時間の出来事により、 テイバイとボイオーティア同盟は兵力の12%を失ったという。アテナイはプラタイアを救援すべく軍を派遣した。プラタイアの女性や子供、兵役を務めることができない男性はアッティカに避難した。テイバイによるプラタイアへの先制攻撃はこの後27年間続くペロポネソス戦争の起点の一つとみなされている。紀元前429年夏。 スパルタを歩きだモス2世はペロポネソス同盟軍を率いてプラタイアに侵入し収穫を奪った。プラタイアはスパルタに死者を送ってペルシャ戦争勝利の栄光を思い起こさせた。スパルタ人はプラタイアを聖地として保護し、プラタイアが独立の状態を保つことを認める一方、プラタイアに攻撃を加えない代わりにプラタイアが中立を保つことを認める取り決めを結ぶ。 ことを提案した。プラタイアは、アテナイとの協議の結果スパルタの提案を拒絶し、都市の防御を固めた。スパルタは直ちに、プラタイアを包囲し、様々な手段で攻めたが陥落させることはできなかった。スパルタ軍は都市を包囲する城壁を築き、必要な兵力を残して撤退した。スパルタ及び定媒によって包囲されたプラタイアでは、アテナイの援軍も望めない絶望的な状況の中で、 冬を越した。220人ほどが包囲を突破して脱出することも行っている。しかし、プラタイアでは物資がつき、援軍も望めない中で、紀元前428年夏にスパルタに降伏した。スパルタは捕虜に対する公正な裁判を約束していたがこれは行われず、スパルタへの協力を拒否した200人ほどのプラタイア市民が殺害された。 平廃は都市をすべて破壊し、その廃材を用いて、ラーを祀る神殿を建設した。その後、紀元前386年に都市は再建された。ティーバ橋旧、プラテア市プラテア地区はティーバ橋を構成する行政区である。カリクラティス改革に伴う自治体等配合までは、ビオティア県に属する自治体、プラテア市であった。プラテア地区は、以下のキノティタ及び、 都市、集落から構成される。表中の、デルタ。デルタ、はデルタイタミュータウイオタカッパ。デルタイオタアルファミューロウイオタシグマミューアルファの略であり、カポニストリアス改革による、統廃合以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。ありがとうございます。